見ていかんかい？どれにしようかな。お兄さん、こんにちは。けど、こっちもなかなか。いらっしゃいませ。ありがとうございました。おんちゃん、どうも。寄っていくかい？気軽に。ねえ、どうやろか。危なかった。どうも。また今度。幸せに暮らせるっていうのは待ち遠しいです。お前様になっちゃうし、新鮮で。ねえ、どうや
ようか。損はさせんで。お着物が。怪我してない？
構え。てえ。ん？やっと戻ってきやがった。龍馬。あの、武市先生、もしかしてこん人が。ああ、以前からお前らによく話して聞かしている俺の唯一無二の兄弟であり土佐最強の剣士坂本龍馬だ。これが土佐勤王党か。うん、お前何やらかしてきたんだ。傷だらけじゃねえか。つまらねえ話だ。それより兄弟、東洋のおやっさんと剣後私塾で話してきた。そうか、なら話は早いな。うん、みんな聞いてくれ。龍馬はこの一年江戸へ剣術修行に行っていた。今日からこの坂本龍馬を土佐勤王党の筆頭としたいと思う。どうだ。ヒット入ったらいきなり第二席幹部のさらに上じゃちゅうことですか。見たか、俺がお前を筆頭にすると言った時の連中の反応。最近は勤王党も妙に堅苦しい組織になってきちまってたからな。いい起爆剤になったろうぜ。高三の連中からはあまりよく思われないだろうな。いいんだよそれぐらいで。あれぐらい刺激がねえと下の連中も焦らない。組織ってのは固まっちまったらしまいだ。土佐藩がいい例だろう。まあそうだが、まだ痛むのか背中。うん、おお、これか。いや痛みはねえさ。まあ後だけは派手に残っちまってるかな。すまねえ兄弟。もう謝んなって言ったろ。いつの話だ。15年前だ。だが今でも昨日のことのように思い出す。まあ忘れようったって忘れられねえか。上司による焼き落ち、目の前で両親と家が焼け落ちるのを見ちまってんだからな。あの時兄弟が助けてくれなかったら俺は両親ともども灰にされてた。だが俺を助けたせいで兄弟は大やけど。本当にすまないと思っている。だから謝んなっつってんだろ。謝るのはお前じゃねえ。あの日お前の家と家族を焼いたのは上司どもだ。だろう。ああ龍馬、俺とおやっさんは土佐藩を変えるつもりだ。当然お前にも力になってもらいたい。あらかたの話は聞いてる。だが実際のとこ何をする気なんだ。土佐藩の天守高知城を襲撃するのさ。土佐勤王党の党員500人でな。襲撃だと。襲撃っつっても実際には手を出さずに終わるはずだ。
城を包囲して金の塔の確保は藩の上層部に伝わればいい。その上で親父さんが城を牛耳る老人たちに隠居を迫るんだよ。万が一老人たちがそれを拒むが、当然その場合の軍備はできている。そうやって空いた席に金の塔が座るか。ああ、すぐそこに迫る危機、命の危険を感じて初めて上司連中は自分たちの考えの浅はかさに気づく。ガチガチに固まっちまった土佐藩の身分制度を壊すにはそのぐらいの荒療治が必要ってことだ。なるほどな。黒船が初めてこの国に来た時と同じさ、脅威というものを感じることで人間は動揺する。変わらなければならないと考えるようになる。そういうことだ。豊の親父さんは剣後四塾を開いている時からこのことを考えていたのか。多分な。あの人はお前には剣後、俺には政治と学問を叩き込んだ。それも全てはこの計画のためだ。そうだったのか。だがもう剣が役立つこともなさそうだな。ん？どうしてだ？きっと剣で人を斬るという時代は終わるんだろう。実際さっきお前もピストルの練習をさせていただろう。いやそれは金の音の連中には剣の才がないからだ。剣はいくら教えても才能がなければ上手くならない。だがピストルは違う。練習さえすれば戦力になり得る。万人に平等な武器というわけだ。平等な武器か。龍馬、俺らは身分という壁を壊そうとしている。だがたとえそれが実現したとしても人間は決して平等になんかならない。才能があるものとないもの、身分という壁がなくなっても今度は別の壁が立ちはだかる。だから俺はどうにかしてどんなに学がない人間でも、どんなに剣が触れない人間でも、せめて楽しく生きられる世の中を作りたいと思っている。兄弟、お前も持っといてくれ。金の塔の一員として。俺たちが剣や銃を持たなくてよくなった時、その時初めてこの国に真の平等が訪れる。それまで俺と一緒に戦ってくれないか。土佐勤王党を俺と一緒に支えてくれ。頼む。ああ、分かった。そうか。よし。実はな、今晩高知城で東洋のおやっさんと今後の話をすることになってるんだ。一緒に行かないか。そんなに大っぴらにあって大丈夫なのか。なに、高知城まで行けばおやっさんの禁止が招き入れてくれる手はずになってる。大丈夫だ。そうか。それじゃあお前は表で少し時間を潰しててくれ。俺もすぐ支度していく。
上司様もひどいお方や。こないだ無理やり誘われた。おお、スタクボット。なんじゃ。これをこうたち満足で。おお、スタクボット。それじゃあな。危なかった。寄っていっかい。また顔出してや。なんかいいことでもあったか。おっと、危なかった。いらっしゃいませ。ありがとうございました。
とく言ったほうがおるらしい。ほいたらまた。俺に何か言おうか。坂本龍馬っちゅうがはおまんか。お前は土佐勤王と岡田伊蔵。伊蔵、この男がさっき話した男じゃ。武津先生はこいつがいきなり勤王党の筆頭言うがじゃ。党結成の苦労も知らんもんがどういて筆頭ながじゃ。筆頭は党の第二席。おいたらいいぞ。おまんが筆頭になるんが筋ぜよ。勤王党ってのは同志にも剣を向けるのか。誰もおまんのことを同志と認めちょらんがぜよ。坂本、伊蔵は勤王党一の剣客じゃ。筆頭言うんじゃったらきっちりその強さ見せてもらおうやないか。やったね伊蔵。江戸帰りがなんぼれもんじゃい。抜かんでも切る覚悟決めや。どうやらお前には手抜く必要がねえようだな。とか言ったな。お前は確かに強い。だが人が切りたくて勤王党にいるんだったら今すぐ抜けるんだな。武智の兄弟が作った勤王党はそういう組織じゃねえ。党内の仲間にもきちんとお前の口から伝えておけ。坂本龍馬に文句があるならいつでも相手になると。
世話かけたな。見てたのか。ああ、1年前より確実に強くなってるな、お前。たく、どうなってんだ、あの連中は。金の塔の名がなくぜ。あれが土佐合祀の現実なんだよ。現実？合祀という身分が理由で、ろくな教育も受けられない。まともな仕事にもありつけない。そんな彼らにとって、金の塔は唯一の希望であり、誇りとなってる。だからいきなり筆頭になった俺を厄介だってわけか。許してやってくれ。彼らにも彼らなりの志がある。だから俺は連中を金の塔に引き入れた。どんな人間にもこの国の未来を考える資格があるはずだからな。未来か。さあ、そのためにもさっさと土佐の身分制度をぶっ壊して次の国づくりを考えないとな。なあ、龍馬。難しい話は分かるね。だが一つだけ分かったことがある。なんだ。土佐も金の塔も、そして俺もまだまだ半端もんだってことだ。よし、それじゃあおやっさんのところに行こう。お前の準備はいいか。ああ、行こう。城へは俺が案内しよう。ついてきてくれ。江戸での修行はどうだった？ここと違って強い奴がゴロゴロいるんだよな。ちゃんとついてこいよ。それにしてもお前さらに強くなったんじゃねえか。その腕当てにしてるぜ。なあ、子供の頃雨の日に鏡川で泳いだの覚えてるか。あの時お前ふんどし流されて大変なことになってたよな。どうした？高知城は。アンペーター、どうした？リョーマ、城に登るのは生まれて初めてだ。見上げりゃいつでもすぐそこにあったのにな。ああ、合祀はみんなそうだ。俺もまだ数えるくらいしか来たことはねこれで役者が揃った。ええ。話は聞いただろうな、リョーマ。わしたちはこれから土佐藩の老人たちに引導を渡し、土佐藩を改革する。上司に白札合祀に合祀。そういった無意味な階級のない土佐藩へと変えるために。ああ。おやさん、金の塔はもう高知城包囲の準備はできています。いつ結婚しますか？わしは気が短いんでな。明日だ。そこで全て型をつける。ずいぶん急だな。急だと？バカを言うな。わしたちはお前が江戸から戻ってくるのを待っていたんだよ。そういうことだ。明朝金の塔は500人全員を武装させて城を囲め、上司が何を言おうが決して動かず、老人たちの目にその姿を焼き付けろ。その後、城の中のことはこのわしに任せてくれ。そんなに簡単に行くものなのか。言ってくれるな。
ここまで来るのに俺とおやすさんがどれだけ根回ししてきたと思ってるんだ。ただしその前に一つだけ気がかりなことがある。なんだ龍馬、お前土佐勤王党の筆頭になったそうだな。ああそうだが、安平太、筆頭に任命したのはお前か。そうです。何か問題でも？この計画が成功し老人たちが消えた後、勤王党は土佐で大きな力を持つことになるだろう。だがわしは坂本龍馬という人間は勤王党の筆頭にふさわしい男だとは思ってない。なあ、何を言い出し気ですか。おやさん、前から俺と龍馬とおやさん、その三人で土佐を変えるって言ってたじゃないですか。確かに言った。その思いは今も変わらん。だったら待ってくれ。俺は肩書きに執着はねえ。筆頭にふさわしくねえってんならいつだって降りるだけだ。そういう問題じゃねえだろ龍馬。おやさん、どういうつもりなんですか。二人とも勘違いしているようなので言っておく。わしの真の考えは。誰だ。おやさん、おやさん、バカな。くそ。龍馬、お前おやさん頼む。誰がこんな真似を。おやさん。吉田様、何事でございます。こっちだよ。いいか、龍馬、逃げろ。このままだとお前がわしを殺した犯人だと思われちまう。でも父さんは、未来はお前に託した。おやすさん。おやすさん。よ、吉田様。おまんが吉田様を。切れ、この者を切り捨て。Yeah!
Shut up! 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 Shut